アサリの川本がゲーム説明を真剣に聞き入っているのはゼルダの伝説時のオカリナ。アドベンチャーゲームの名作がついに任天堂64で登場。64ならではの美しいビジュアル、迫力あるサウンドに加え、ゼルダの伝説でおなじみのリアルなアクションと謎解きという要素をよりパワーアップさせているらしい。こちらも登場が待ち遠しいソフトだ。